改めまして内瀬戸選手 VOM 受賞、そしてチーム18勝目おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちをお聞かせください。毎試合本当に自分たちのできることを全力でやろうっていうことで戦って、やっぱこういう結果になってすごく嬉しいです。はい、内瀬戸選手、実は今シーズン5回目の VOM 受賞となります。素晴らしいですね。皆様大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。内瀬戸選手、常にチームを引っ張り、これまでもたくさんチーム勝利に貢献しております。リーグも後半戦です。埼玉アギオメディクス現在3位、ファイナルラウンドへ向けて一戦一戦が大事だと思いますが、残りの試合での内瀬戸選手、もしくはチームの課題がありましたら教えてください。自分たちは本当にスタートがちょっとこうリズム作れない時があるんですけど、今日は最初からリズム作ることができたので、しっかり明日も切り替えてスタートから勢いに乗って全員で勝ちに行きたいと思います。はい、明日もぜひこの力を出していってください。そして最後に、今日この会場にご来場の皆様へぜひメッセージをお願いいたします。今日はたくさんの応援ありがとうございました。私たちは毎試合本当に決勝戦だと思って戦っているので、一緒に戦ってくれると嬉しいです。また明日も応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。以上、勝利者インタビュー、埼玉アギオメディクス内瀬戸真美選手でした。おめでとうございます。ありがとうございました。